ウクライナ侵攻に抗議の辞職をした元ロシア外交官が明かすロシア外務省の崩落。5月、ジュネーブにあるロシアの国連代表部に勤めていたボリス・ボンダレフ参事官が自国のウクライナ侵攻に抗議して辞任したことは記憶に新しい。彼が英氏エコノミストに寄稿し、長年勤めてきたロシア外務省の内情を明かした。ソ連時代の外交官の姿。2月24日に始まったウラジーミル・プーチンのウクライナ侵攻は、私にとって決定的な瞬間だった。これがきっかけとなり、私は数週間後にロシア外交官を辞任した。外務省に残り、このまま政府で働き続けることは、この侵攻への支持を意味する。ウクライナ、そして西側諸国全体を相手にしたこの戦争は、今日のロシアが犯した最も深刻な過ちであり、私はそれをこの国の未来に対する犯罪だと思っている。私の子供時代、ソ連の人々が外交と聞いて思い浮かべるのは、豪華なパーティー、舞踏会、そして塩ビ服に白い蝶ネクタイという19世紀風の装いをした高貴な男たちだった。彼ら外交官は外国語を流暢に話したり、ありとあらゆる話題に精通していたりする非常に有能な人物だと思われていた。要するに、外交官は高い知性と明敏さを備えた人たちだとみんな思っていたのだ。ソ連の外交官は実に特権的な存在だった。彼らは海外旅行ができ、時には海外に住むことさえ許された。そうしたことはソ連の大半の人たちには絶対に不可能だった。外交官たちはよく海外からジーンズや風船ガム、電化製品、映画といった珍しい西洋の品々を母国に持ち帰りもした。そして彼らは政治と国家機密の内情に通じているようでもあった。本当にとてもロマンのある職業だったのだ。コンピュータの電源さえつけられない。ソ連の崩壊によって外交官のこうした派手なイメージは崩れ去った。彼らはステータスを失い、その富は大幅に減少した。多くが外務省を去り、急成長しつつあった民間企業で勝負しようとした。その結果、外務省に残ったのは、野心と才能に欠け、あまり将来を期待されていない者たちだった。彼らはごく普通の大した取り柄のない役人だった。しかし、その一部は新たに空いたポストを引き継ぎ、輝かしいキャリアを手に入れた。今の外務省の実権を握っているのはそういう人たちなのだ。およそ22年前、私は1ヶ月間の研修のため、ロシア外交の聖域である外務省の上級管理棟に初めて足を踏み入れた。そこにいたのは、くたびれ、不満げで、新しいことを学ぶ気のない外交官たちだった。多くはコンピュータの電源さえつけられなかったのだ。そして彼らは、それを問題だとは感じていなかった。今の楽な状態を維持したいというばかりで、研修生をほとんど無視していたのだ。赴任先のモンゴルでの失望。数年後、私は外交官としてのキャリアを歩み始めた。すでにやや幻滅していたが、それでも我が外務省はロシアの国家利益を守り促進するのだとまだ信じていた。そのためには他国と平和的で有益な協力関係を築くべきだろうと私は思った。だが最初の赴任先でも、その後の赴任先でも、知り合う外交官たちは例に漏れず、好破棄のないものばかりだった。
彼らは往々にしてロシアと赴任先の国の関係をより良いものにするためのアイデアを考えるより、モスクワにある自宅をより豪華にするためにお金を節約しようとしていたのだ。こうした雰囲気を特によく物語るエピソードがある。2009年から2013年にかけて、私がモンゴルに赴任していた際、国連人間居住計画はウランバートルの貧しい地域の衛生環境と街灯の状態を改善したがっていた。彼らは援助を求め、私たちにコンタクトを取ってきた。私は彼らに協力するのは良いアイデアだと思ったし、両国のソフトパワーの強化にも役立つと考えた。それに、プロジェクトにかかる費用も大したものではなかった。しかし、ロシアの大使は提案書を見ることさえしなかった。政府がこの計画を気に入るはずがないと彼は断言したのだ。侵攻に反対する声はゼロ。政府を刺激することは何もすべきではないという基本原則は、長らくロシア外交官の信条になっている。当時から今に至るまでこの原則は守られ続けている。何が起ころうとも、どんな失態や間違いを外交官が犯そうとも、それらはロシア外交の偉大な勝利として伝えられるのだ。結果として外務省は衰退した。イニシアチブがなく、あらゆる責任から逃れようとする体質によって、未熟な外交官の集まりになってしまったのだ。誰かがある政治的決定への論理的根拠を尋ねることは、かつては稀にあったのだが、後には許されなくなってしまった。上層部は自分たちよりよくわかっているとか、上は対局を見ているといったセリフは、私の同僚だったベテラン外交官の口癖だった。そしてこうした弱さが外務省の価値を低下させた。今ではほとんど単なる実働機関となり、その仕事は政府とその協力者の決定を実行するだけになっている。辞任への最後の一押しとなったのは、プーチン大統領は徐々に西側諸国への対決姿勢を強めたが、外務省内部からはそれを疑問視する声や、それに対する反発は一切出てこなかった。クリミア併合や2014年のドンバス戦争を喜ばしく思わなかった人たちでさえ、公に反対することはなかった。私もその一人だった。事態は外交によって何とか解決できると思っていたのだ。しかし当然ながらそれはとても未熟な考えだった。こうした出来事が現在の外務省におけるやり方を形成することになった。反西洋プロパガンダが強まると、年配の外交官たちはもはや彼らが忘れてしまったかと思われたソ連時代のスキルをすぐに思い出した。世界各地の外交官から寄せられる情報は、1930年代以降の旧ソ連メディアの見出しに近いものになり始めた。2018年、ロシアの元諜報員のセルゲイ・スクリパリと娘のユリアがイギリスで毒を盛られた事件は別次元の緊張をもたらした。私はスローガンと西側諸国の代表らに対する侮辱、そしてレベルの低い決まり文句だけが書かれた内部のやり取りをいくつも読むことになった。外交官としてのプロ意識は、ついにプロパガンダに取って代わられてしまったのだ。ロシアの指導者らは、とりわけこうした外交官からの報告に依存し、虚偽の情報、あるいは
ほとんど虚偽の情報に基づいて外交政策を練っている。それに伴い、状況ははるかに危険なものとなりつつある。直近のロシアのウクライナ侵攻は、1990年代から立ち込めていた憤りに端を発している。プーチン政権は、社会に渦巻くそうした感情を利用することに成功した。特に、多くの人々が貧困と無知の中に生きている。そしてこの状況は言うまでもなく内政によって悪化しているため、こうしたことが可能となったのだ。私の同僚がただただ政府の決定に追従するだけだったのが、辞任への最後の一押しとなった。私にはロシア外務省を辞める以外の選択肢はなかった。ロシア外交は戦争ではなく平和に奉仕するという最後に残っていた素晴らしい原則すらも捨ててしまったのだ。